これはあの土手焼きが入ってる大阪の関西名物の牛すじが入ってるやつ。うまい。あ、うまいですか。めっちゃうまいよ。ほんまですか。もう言うてもらったらいつでもその西川さんのお家に作りに行きますよ。自分そんなん、まああのぶっちゃけ出資していただいたら店も店もプロデュースしていただいたらやって、なんかそういうのってやるやれへんいう話ちょっとチラッとされてましたもんね。やって、え、俺飲食だけは手出してないよ。あ、そうでしたっけ。そうやん、それツンクやろ。ツンクさんじゃないですか。ハリフワ亭の話やろそれ。つぶさんやってやりますもんね。やってるやってる、うん、あ、でもめっちゃうまいでこれ。よかったー。やりや、せっかく夕飯になったら。いや、いや、やってたんですよ。あ、やってた、え、そうなん、ま、前に、はい。あ、ソフィア焼きみたいな。うん、普通にやりたい言うから。あ、そうやんや。そうなんですよ。ほら、プロや、ほな。うわ、すごい。ありがとうございます。で、じゃあもう今やめはってる、はい、こっちに来て一緒に暮らして、え、またちょろっと やったりとかやらなかったりとか、体がちょっと悪くとかしてたんで。ああ、そうなん、はい、そんな気まぐれな店をやってるわけ。そうなんです。あの、まあもうね、年いってるんで、親も、もう好きなようにやってくれればいいかな。なるほどな、はい、でも考えたらお互い一個違いやからさ、年子みたいなもんやんか。いやー、ね、年齢にしたらそうなんですよね。っていうかもう40やもんな、だって。そうです、そうです。いやー、すごいわ。いやー、でも西川さんはほんま雲の上の人ですから、僕らからするとなあさ、はい、なんでそんなにさ心にもないことを平気で言えるの。いやいや、多分それやっぱあれな、舞台とかを経験したってことで、どんどん心を閉ざしていく方向で来てるわけ。違います、違いますって。なんでそんな僕の本当の気持ち、ストレートな気持ちを信じてもらえないんですか。いや、多分あれじゃない、河村隆一しか好きじゃないってしか聞いてないからさ。いや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 、俺が多分そういう風にしか周りから聞いてないからやと思うわ。いや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 、もう、うん、隆一さんもそりゃ、うん、まあ、兄貴のように慕ってますけど、うん、やっぱりその何でしょうね、うん、全然名前もなかったし実績もなかった僕を、うん、まあその頃、うん、ちょっと可愛がってくれたり目つけてくれたのはお二人ですから、うん、いやそんな西の兄貴東の兄貴みたいな感じですよ。もうそんな南やら来たもんやろそれ。南はどう、いや南はおれへんと思いますよ。ほんま、はい、なんかもうそれやったらええけど、まあでもとりあえず、はい、改めましてですけども、はい、松岡にですねいろいろ話聞いてくれてるみたいなので、はい、じゃあせっかくですからアンケート、まず一発目こちら。出会った頃の西方からどんな印象だったか、もう聞くの嫌やな。いや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 、全然。どんなやったよ。でも、はい、じゃあそれに対するこちら、はい、答え。あ、めっちゃ優しい、体に合わず器のでっかい方だと思いました。うわ、なんでそんな心にもないこと言うの。いやいや、これ本当に僕あの初め絶対覚えてまはりませんけど。いや全然そんなあれやろ、ヤンタの階段からお前落ちて鼻打ったらええねんと思った。違いますよ。違いますよ。あの大阪じゃないんですよ。ちゃんと、うん、あの西川さんが僕のことを認識されたのは市川のクラブジオだったんですよ、の楽屋なんですよ。だから多分それまで、うん、名前ぐらいはもしかしたらチラッと聞いたことあるぐらいかもしれないですけど、うん、認識してませんでした僕のこと。はい、シンディとかわからないでしょ。覚えてるよ。ルナティックモードとか覚えてるよ、覚えてるよ。本当ですか。うん、俺だからルナティックモードの方が強いね、印象として。あ、ありがとうございます。うん、そうです。俺だって正しいやろ。正しいです、ね、俺見てみーさ、あんたがこうやって河村隆一にバンバン尻尾振ってる時に俺はもうずっとお前のこと見てたわけ。そん時はあいつらが、あいつらパターやパターや言うてる時にそん時はまだ隆一君とは知り合ってないですもん。ほんま？そんなもっと前です。なんかでもっと言うと東大阪の、うん、兄さんが通ってた、うん、あのある方のお家あるでしょ。ああ、あるあるある、ね、お世話になってた方、そこ僕住んでましたから。いや、江の里の、はい、そうなんや。で、ここはこれは、うん、高典がビッグになる時に、うん、その前にこう過ごしたとこや、うん、高典が使ってたやつや。あ、全部僕お風呂です。わ、そうなんや、はい、うわ、なんでそうやのにさ、はい、なんで俺のことそんなコケにした感じでしてないですよ。ほんま。